はい、どうも皆さん、こんばんにちは、タカポンです。ゲンちゃんです。はい、ということで、ゲンちゃんと二人でやっていきましょう。はい。で、どこから？入学だね。めっちゃポン。入手。そうだね、さっきも注意されたね。まだまだ男だね。来るな！これより遅いトラックはないな。冗談だろ、マジで手に入れたのか。エンジェルが追跡されてる。めっちゃ撃ったな、俺。これからどうするんだ。何、今のはどういう意味だ。本当に取り返せると思ってなかった。トラックが欲しいならもっとマシなことを言え。分かってる、俺もちょうどそばまで来い。それが撃撃した。だぞ。おとん。痛い痛い。痛い。痛い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 。車に乗って。あ、ダサいね。かっこいいとは言えないよね。かっこいいとは言えない。頑丈そうな気がするけど、ね、意外と本当に怖い。もろそうで頑丈そう。スピード意外と速い。ね、速いな、これ。しかも安定してね。Run him off the road!何があったのに。確かに何があったのって、それに聞こえたわ、確かに。今のは。Drive into him, do it! プライベートは、なんだ。ちゃんと聞いてなかった。そう。どっちも譲らないの。やめてよ。バーガー。バーガー、バーガー、ウィー、ウィー。狭いから。ういういう、なんか出てきた。扉からにょこって出てきた。こいつらさ、扉開けないで出てきてる。扉から生えてきてるけど、いいの。間違えた、間違えちゃった、間違えちゃった。綺麗に追いかけてくんね。ボロボロじゃん。頑丈だね、こっちは。彫刻の近くへ追い出せ。ダイブイントイットドゥイット。恐ろしいやつだな。セリフかぶってる。ライトストップ、キャッチアップ。イスアームド。だそう。誰だろう。あ、やべ。でもさ、
うん、これまで犠牲になってる。これ何のために奪ったの？もうこんなん。怖い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 。おいおいおい。警察は依然20歳の女性ミシェル・ストラウスの捜索を続けていますが、すでに死亡している可能性が高いと見ています。彼女は行方不明になった風俗店従業員の一人で、残りの女性のうち2名は殺され、悲惨な風俗だっています。そうだね。あれか、よく君が行くとこかい。行かねえよアホ。行ける年齢じゃねえし、まず第一、たとえ行ける年齢でも行かねえよ。17歳で風俗とかおかしいよ。いや行かねえ、捕まるわ普通に。店が捕まるわ。ちっちゃくて可愛い男の子を誘惑しちゃうお姉さん。ああお前いきなりすぎて対応できてなかったね。ソーシャルメディアでは犯人をフィンガーペイントキラーと呼んでいます。警察は市民に対し事件に関する情報提供を求めています。聞いたことがあるぞ。手を血に浸してちょっとした美術展をやるイカれたけだものめ、俺に出くわさないよう祈っとけ。ずいぶん主人公あれだね。ん？なんかカッコつけたこと言うね。何の話だ？いいからいいんじゃない？オンラインの話よ。気づいたのがいるけど、ほとんどは素人みたい。心配しないで。手出しはさせないから。何度か探られてたみたいね。探られてた。一人だけよ。心配なのは。名前はデフォルト。腕は確か。デフォルト。監視しとく。何かあったら知らせてくれ。ガッチン。まあ止まんない。多分バカだから。トラックを置いてきた。出ましてね、おいおい、これ本当にうまくいくかもな。置いてきたところがぶっ壊し。今度はブルーム本部へのアクセス権限がいる。壊れてたから置いてきたんだよ。ヘリコプター追っかけたことあるが、例え話じゃなくて本当にだ。うん、追われたことならあるが、何の関係がある？聞いただけだ。じゃあな。キュー。キュー。遅いな、前の車。走ってる方が早いんじゃないか。おう。原因不明の停電が再び発生しました。市当局が原因の…おい、そいつ悪者か？いや違うよ。おい、なんとなくかわいそうじゃん。もしかしたら彼この後お楽しみあったかもしれない。マジそれはどんまい。引かれて撃たれてどんまい。何してんの？出ないのかよ。そいつは気づく間もなく囲まれてた。あがりよ、俺の足元にこうなってきた。別に初めて見る光景じゃない。やったこともある。女見てない。そんな気味もしない。連中も承知だ。だからそいつを痛めつけ続けた。そしてそいつが…ある意味すごいな、こいつの動きが。全然話聞いてね。全然音声聞いてね。それじゃなくなった。なんか怖い。まるで豚のような。奴らはそれでも続けた。だから俺は言ったんだ。やめろ、そいつは特に死んでるって。俺をじっと見てきた。蹴り続けながら、俺を見ながらこう言った。嫁さんは元気だ。どういうこと？俺豚って言われたんだ、悲しいだろみたいな悪口を言われた。それでもね、嫁さんを豚って言われたんだ。嫁さん豚って言われたらもうそいつらぶち込まれる。あの、ぶちのめすしかない。ゴーン。超ワイルドだ。綺麗に入ったね。モテる。モテる。あ
店の名前とかなんか知んないけどさ、モテるって書いてあるのは悲しいよね。あ、まあそう言うからダメだね。ここに来たらきっとモテるみたいな。レン君みたいな男のこと、まあいたらすごいだろう。してみたい。間違えた。何したすん。俺は1週間以上も怯え続けてきた。前の仕事をしくじり、いつ撃たれてもおかしくなかった。アビーと互いに怒鳴り合うことも増えた。彼女は俺が昔の生活に引き戻されると怯えてた。クソ、本当のこと言えるはずがない。あいつらの何になるしか。お前をお待ちかねだ。連中はすぐにでもアビーを殺しに来る。もう一度仕事をやると言った。ただ今度は連中も本気だった。標的となる男は決まってた。エーデン・ピアース、初めて聞く名だった。金を引くのが俺の役目。断ることはできない。俺にはこの仕事しかない。それが自由になれる唯一のチャンスだ。だから引き受けた。パコン。じゃあデューンデューン。キュッキュッキュッ。暇だからって好き勝手やりすぎだってな。なんか何に対しても効果音入れたい。そう、暇だから口を動かしてたいパターンだな。おお、どこだ。すごいな。ボッ。ひでえよ。ひど。これリアルにやられてる。生きれるわ。危ねえどころじゃねえな。ほんとだわ。ワイルドだね。ダーン。じゃあプリンプリン。キュー。おお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 お。ケツが定まんねえな。めっちゃ跳ねてんじゃねえか。おおお。あ、やばい。コロ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 。走る走る俺たち。あ、どの車だっけ。めげない。キュキュキュ曲がり。やばい。こういう場所ゲームで走ってみたい。え？ひど。画面に押しやった。普通だったらめっちゃ気持ちいいけど。ギターレッスンだって。プロが何の意味があるんだよ。どんぐらい行きたいって。変な人みたいになってる。
あ、ここのね。早走んの。めっちゃ早いで。階段俺こんな早く登れないわ。え、実際あの階段あんな勢いで行ったら足足引っかかっちゃうだろ。すごい痛い目見てた。カコーンっつってジャンプしてジャンプ。お、階段チャージも残ったよ。なるほど。はしごとかって途中で外れちゃうそうで怖いんだけど。いやそれはない。相当錆びてるものとかじゃない。俺の電話番号。おお。くる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 。塩味が。俺ね、ラーメンだったらやっぱ塩が好きださ。そうなのか。すごい唐突に行って唐突に終わったわ。塩ね、麺が細くなければ。いや、でも塩って大体麺細いんだよ、ね、太いのが好きなの。太いのが好きなの。太くて硬いの。そうだね。うん。うん。別の意味じゃないけど、ラーメンの麺のやつだったら、そっか。ちょっとホモじゃないから俺は。ね、あの俺もホモじゃないから。あ、そうなの？ネタでよく使うだけで。あ、そうなんや。そうだよ。初めて知った。俺バイだから。え？あ？あれ、これって前も話せなかったっけ。バイって、うん、なにそのなんかパイみたいな。そうだね。いやいや、そうだねって何って聞いてるやん。そうだねって思った。うえーみたいなね。で、なんだろう、バイ。うん、男女両方いける人。あ、そういうこと。あね、そう、別にどっちでも気にしないよとか。ただ男の場合やっぱ可愛いのがいいよね。あ、でも男も OK ってことは、ホモに近いレベルと。ホモは男だけだけど、俺の場合バイだから両方 OK だよ。いやいや、え、でもいや、どっちもいいってことは、まあ結局そんな俺のことホモにしたいんだったらすりゃいいじゃねえかよ。あ、じゃあホモに。そんな俺にホモでいてほしいんだったらいてやるよ。彼女いるホモでしょ。本当だわな、よくわかんねえよな、俺毎回。変な称号もらったな、彼女持ちのホモとか。おかしいやつだね。意味わかんない。だから結果バイなのに。バイって何？勝負だよ、俺。マジか、女子でもね、あの女と男両方いける人バイっていうし、男子でも。そうなの。そうそう。だからあのうちの学校でさ、よくあの集まってよく歌うメンバーいるじゃん。はいはい。の中でも俺以外にもう一人バイの人いるしさ。ショウ。まあ下の名前だからいいや。あの人もね。あ、そうなの？うん。俺と話しててどっちもオッケーだよって話してる。マジかけど。俺新宿から見られたいな。俺はずっと。君はもう女の子ペロペロ派でしょ。そうそうそう。やペロペロはどうかな。まあ、俺はちょっと男は。まあ、可愛ければどっちでもいいんだよ。シカゴ警察が彼に逮捕状を出す。ただ、レン君みたいな男の子も、男の子が一番好き。エスカレートする市民の支援に、警察は捜索の妨げとなることを懸念しています。いやだって、それしかない。それしかないでしょ。いや、俺、小学生は興味ないわ。中学校ってなってくるとね、さすがにね。俺、小中興味ないの。同世代かな。ああ。それでレン君はそういないと。本当稀だと思う。それいたら多分もうおしゃべとっていいレベルの。多分奇跡度だよ。俺会ってすぐ告るわ。速攻で彼女と別れるんで、俺と結婚してください。冗談じゃねえぞ。何を思った。別に。何？興奮してんの？誰もめちゃくちゃだ。めっちゃ興奮してんじゃん。ピアスとヤツの車を見つけ、隣に乗りつけて、すぐ終わると思ってた。
えな内容が。いやさっきまで俺レン君どうこうとかなんだとかってネタみたいな話してたのにさ、ネタ話からいきなりガチな方に戻ってきたぞ結構ガチめな感じになってる。せっかくなんかいろんなこと言ってさ、なんか重たい内容なゲームだと思ったからぐちゃぐちゃにしたのに。こういうのやってて精神持つ？なんで？俺怖くて無理だよ。そんなこと言ったらホラーゲームでしょ。ホラーゲームとかもうダメだって、いろんなもん出ちゃう。ミスターだってあれでしょ。君だってあれじゃないか、ホラーゲームやったら母乳じゃねえ。めちゃくちゃ。お前は何やな。意味不明なんだけど。怖すぎて母乳出る。全然完全性がない。ビビるたびに吹き出すんでしょ。ダメだ。そうだね。しかも、いや、これ以上言ったら俺がなんか大変なことおーいなるから。笑いすぎて頭あって。なりすぎる。どうだ。で何？何が？何をする？なんかこういうゲームだと精神が持たないじゃん。間違える。ホラーゲームで母乳出るだけなんだけどな。何を実際は言おうとする。まんまそれを言おうとする。え？ミスターもタカポン君もあのホラーゲームやって出てきたら母乳出るよねって言う。めっちゃ目右目じゃなくて右目に見えてるよ。本当だね。おう、せっかく途中でさ、いい具合におふざけトークでさ、ね、うまいも入れたのに。俺もでもいつまでこの両刀使いみたいなネタ使うか迷ってんだよね。そうそう、あのさっき男女いけるっていう話したら、いつまでこの両刀使いネタにしてるか迷ってんだよね。いい加減自分の中でウケなくなってきてるからさ、もういっかなって思ってるんだけど、乗ってくるとね、よし、じゃあこのネタ言うかみたいになっちゃってね。ああね。そうそうそう。でも内心飽きてるからね。新しいネタ考えないと。あ、やべ。おマルチマルチマルチ。巻き込まれてる。ピクサーに狙われてる。ピクサーに対処しよう。あの、これ、ジョージオンラインに繋がってるから、うんうん、いきなりプレイヤーが入ってくる。うわ。入ってきたら。見られたくない。で、俺まだ見つかってないから、そいつに位置はバレてるけど。見られたくないもん見られる。どっか俺の有利な場所とか、俺は見られたくないもん見られる。ここにでもいいよ。ここにだったら絶対来ても向こうは絶対俺の方からやっていけないから。うん。これもう怖い。何、プレイヤー同士でも殺し合う世界なの？ああ楽しい。ねえ、ん？プレイヤー同士でも殺し合うの？そうだよ。仲良くしよう。あ、動いてる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 、来てる来てる来てる、俺の方に。仲良くしよう。仲良くできない。仲良く止まった。あれ止まったぞ。香水とかいろいろつけてんのか。脇の匂い気にしてんじゃない。え、何で来てんの。どこつけてんのあいつ。殺しに来んの。殺しに来る。まず俺のこと見つけに来る。さあ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 。どうく。初デートの顔合わせ。裏から回ってくるか。あ、違う、普通に道路来たな。あ、来るぞ来るぞ。怖い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 。俺漏らすかもしんない。あ？いや何を冗談って。目から汁出てくるかも。来たー。さあどうする。
と。絶対目の前に来るでしょ。分かりきってるから。そこを狙うと。目の前に来たところを狙うと。どうぞ。お。お、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 あ、いた。あ、いた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 、いる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 、うい、うい、うい、何してんの？おお、見事にやったね。超有利な位置にいた、俺今。やべえ。お、調和がボロボロやん、しかも。そりゃあんな速いわけだ、移動が。すごい道通ってきたんだね。このようだね。だっておかしいもん、圧倒的になんか道路じゃない場所突き抜けてきてるもん。眩しい。ブン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 。何このシーンは。記憶だ。フラッシュバック。なんかセリフつけちゃダメかな。ダメ。エイデン無言でした。何かしら一言欲しいもんだったけど、あのぬいぐるみちょっと可愛かった。まあクマクマ、まだよ、オンラインやろうか。クマクマ、逆こっちはハッキングする側に、おお、ぶち殺しに行くと、押しかける側に、おお、やったろうじゃん。見つかんなきゃいい。いや、さっきはもう俺も確実に見つける気あって、もう絶対あの場所しか来ないって分かったから、あそこで待ってるけど、うん、やっちゃおうぜ。うん、まあ見つかったら逃げるしかないんだけどね。大体逃げる前に重要目標の一人が街に車乗ってんな。そいつをハッキングしてバックドアを仕掛けてほしい。怖い怖い怖い。左上のバックダウンのインストール中ってやつが 100% のやばいんでね。で、パーセントが増えるごとにこの 円状のやつ、これがどんどん縮まってくる。さっきの人のやつさ、否認部だかをよく使用するとかって書いてなかった？はい。わーお、怖い怖い、もう見失っちゃダメだよ。逆に俺が危ない、見失ったらどっから来るかわからない。とにかく画面捉えて、あ、いい、どんどんちっちゃくなって
ちゃう。探してるもんちゃう、俺のこと。この中に入れてやがってるから。うまいこと見つかんない。すごい地味な絵面だな。最後もね、治療したら向こう位置わかんないよ、俺の位置、ま、あの勝っても負けても、あの向こう負けたらさ、パッキングされた側は、そこにいたのって思うんですよ。だってそこの周りずっとぐるぐる回って見つかなかったそうだね、多分僕は昨日の後ろに浮いたんだって。興奮する？いやいやそれはないけど、見つかりそうになるとすぐ真横とか本当すれ違ったりしたらやばいね。ってなる。心の中ではなる。君あれだもんね、島根田とかも思っても言わないもんね。ああまあそうだね。大好きだけど言わないもんね。このむっちり。言葉間違ってるけど、いやむっちりっむっちりって言ったね。ダメだね。おう、濡れる。濡れたか。濡れてない。濡れてない。つえ。長兵です。うち肩から水出てる。すごい。愚痴の言い合いみたいな。愚痴の言い合いっていうか、誰々が嫌いみたいな。怖い。女は怖いよ。女の子大好き。様子伺ってんのどこか止まってるんだったらどっか行きたいと思うんだけど、あんまし変に動くとバレそうなんだ。
ちょっと今の技今のはずるいよ。おおおおいらっしゃね、一般市民もなんか変な動きしてる。怖い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 。怖い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 。あー、すれてる。あー、ぶねー。おぶね、おお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 、すげー、荒ぶってる。荒ぶってる。めちゃくちゃな動きすんな。すごい運転だったよね。あれかな。お、バレてないぞ。おぶんね。お、バレてないぞ。今のバレたと思ったんだけど俺今。やべえ。停電多い。これバレなかったらすげえぞマジで。こんな細いところで相手がバカ。あ、バイク大丈夫かいわかんないよもう。見事に決まったな。まさかのだわ。本当だわ。あんな若い。いやマジで。俺運良かった。敵もバカで良かったわ。本当だわ。停電させまくって良かった。いやー良かったわ。本当だね。最高。Please state the nature of your emergency. Help! I hear gunfire! Hello, I need you to stay on the line. Okay, like... 911, please state the nature of your emergency. You gotta get the police here. He's shooting! TPOS scan の許可が下りた。今回この辺で終わろうかな。めちゃくちゃだったな、なんか。ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。ました。次回も、はい、お楽しみに。
うい。